午後6時前ですね。まだ明るいですね。夏はこれだから好きなんですよ。今から大衆中華料理屋かおしゃれなイタリアンかどちらかを食べに行きます。悩んでます。どっちにしようか。宿の目の前がセブンなんですよ。なのでもう怖いものないですね。ただ歩道がないからこっから結構1キロぐらい歩かなきゃいけないっていうのは若干不安。やだな、車通り多いし。楽しい。知らない街歩くのすげえ楽しい。これが素泊まりの醍醐味ですよ。なんかいいね、帰れマンデーの飲食店を探す旅みたいですよ。こんなに歩道がない道歩いたのはあまり経験がないですね。逆光で見づらいですが、まず一つ目の候補がこのアジハナさんですね。中国料理アジハナさん、気軽に入りやすいかなと思って、選んだんですけども、もし今から行くイタリアンレストランが空いてなかったり人数がいっぱいだったらこちらにしようかなって思ってます。なかなか味のある道に入っていきますね。これは廃墟ですね。もともと旅館か何かやってたのかな。おー、いい道だ。こんな恐ろしい。来てよかったな、この道。この道選んでよかった。この辺りは大きな宿もありますね。そのお客さんが素泊まりで来てっていうことだと、もしかしたらそのイタリアンレストランも混んでる可能性があるからな。そろそろ着きます。これはまたいいとこですよ。すごく千葉県いいな。やっぱり沖縄っぽいんだよな。雰囲気良くないですかこれ。到着しました。こちらオステリアベッカフィーコさんです。口コミ評価半端ないです。では入りまーす。すごいおしゃれなお店です。いただきます。喉カラカラ。マダイのカルパッチョ、おしゃれなのを頼んでしまいました。すげえうまいっす、このカルパッチョ。逆にお腹が空いてくる。やばい。ピザ来たー。パスタも来たー。マダイのスパゲッティだそうです。調子こいてワインのデキャンターを頼んでしまいました。いやー、ピザもパスタもうまいわ。初めて食べる味かもしれない。生ハムとサラミの盛り合わせです。これも初めて食べた味ですけど美味しい。クラッカーも美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。忖度なしに美味しかったですよ。価格もリーズナブルだし、もうね、わざわざ 1.5 キロも歩いてきてよかったですよ。帰り道もまた本当いい場所なんだよな、ここ。
来てもらいたいっす。すごくいい場所。では夜風を浴びながらふらふらと帰路をたどりたいと思います。結構遠いな。街灯があまりないと思ったのでブーメランを持ってきてるんですよ。これで安全ですね。役に立つわ。アジハナさんも次回来た時に絶対行きます。中国料理も食べたかった。街灯がないと思ってたのでこのルーメナー持ってきたんですよ、明かりを。だから歩道のない道でもこれで車に知らせることができたら危なくないですね。持ってきてよかった。帰り道もすごい楽しいですね。今夕食時ぐらいなんですけど、もうそれぞれの民家から喧嘩だったり会話だったりが、夏なので窓を開けてるので聞こえてくるんですよね。それがまたいいな、夏の雰囲気っていう感じですね。宿の前のセブンイレブンで軽く買い出しをして帰ります。外の喫煙スペースで休んでます。いい雰囲気だ。部屋に戻ってきました。まだ8時過ぎぐらいなので少し休憩して酒を抜いてから温泉入るかな。また寝てしまうかもしれないな。温泉入ってきました。貸し切りでしたね。自分で言うのもなんですけど、どんなに大きいホテルとか旅館に行っても貸し切りのタイミングを狙うのがうまいっすね。あっち欲を言えば、コロナの影響で置いてないのかもしれないけど、扇風機脱衣所に欲しいですね。エアコンあってもついてなかったんで、扇風機で速攻体を冷ましたいですね。最後にテラスで波音を聞きながら晩酌をして寝ます。贅沢な時間だわ。それではおやすみなさい。おはようございます。現在朝6時半です。気持ちいいですよ。素晴らしい朝だ。せっかくなので部屋風呂も入ります。この景色を見ながら、そして温泉も入ってきます。両方入ってきます。温泉と部屋風呂に入ってきました。こんな温泉と部屋風呂に同時に入るなんて初めてかもしれない。ただただ気持ちよかったですね。景色も良くて言うことなしです。そして今テラスでずーっとぼーっとしてます。素泊まりなので朝ごはんはテラスで買ってきたセブンイレブンのパンとお味噌汁を食べます。ごちそうさまでした。素泊まりだと
こうゆっくりできるのがまた魅力ですね。朝ごはん食べながらもまたずーっとぼーっと景色見ながらゆっくりしてしまいました。あとはチェックアウトですね。チェックアウトします。チェックアウトをして目の前の海に来ました。昨日よりも海が澄んでて綺麗です。全然泳ぎたい、浅いし。そしていかがでしたでしょうか、今回の旅。伝わりましたか、こちらの宿の良さが。場所も良くて晩飯も良かったし、あの朝飯夜飯も宿で食べてみたいなってやはり思いましたね。そして夏に限らず秋冬に来ても立地がいいから絶対楽しめますね。いや、Google 評価を見た時 4.0 を切っていて、なんでだろうなって思ってたんですよ。楽天評価で見ると4.7 とかですごく良くて、これは正直ね、全然 4.7行きます、また絶対に行きたいと思いました。というわけで、今回の旅はこちらで終了とさせていただきます。帰りは道の駅とかに寄ってドライブしながら楽しみながら帰ろうと思います。それでは高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。こんなところに多分波で打ち上げられたか、満潮時にここに取り残された魚かな、まだ生きてるんですよ。逃がしてあげたいと思います。大丈夫かな、あー潜ってた潜ってた、大丈夫かな、よかった。海がマジで綺麗です。昨日あの沖ノ島の浜辺の方の茶色い海水見てるんで、これは綺麗よ。最後に、軽くですねキャンプ場の紹介をさせていただきます。ここにキャンプサイトがあるんですけど、なんと目の前海です。そしてこちらがトイレかな、トイレですね。トイレもすごく綺麗です。ここいいですね、すごくいいわ、穴場だわ。